私にとってのビアティ10年、まあ、自分が関わったのは7年なんですけれども、一言で言うとモチベーションです。で、選手の姿にサポーターがモチベーションをもらったり、サポーターの姿に選手やチームがモチベーションをもらったり、でそういうことでつながったり広がったりしてきた10年間だと思っています。集まるですね。三重が好きな人であったり、その選手、三重に来た選手を見に来る人たちが、まあ、いろんな志を持った人たちがやっぱり集まってくるっていう、スタジアムに集まってきて熱狂を生むってことで、その集まるって言葉を選ばさせていただきました。いや、緊急な、なんだろう、愛を捧げられる場所っていうんですかね。選手にもそうですし、サポーターでチーム関係者で、ビアティンはまあ総合型地域スポーツクラブなので、まあ、他にもバレーだとかバスケだとかいろいろありますけども、全てに関してこう愛を捧げられる場所だと思います。逆に次は集めるですね。この10年やっぱりビアティンは J リーグ登る上で、その観客動員数であったり、そういったなんか魅力をもっと発信していって、そのビアティンの魅力、そのビアティンにもっと人が集まるようなものをやっぱり望んでいきたいです。これからの10年間、またこれからのずっと続くビアティンは、そういうモチベーションを作り、与え、広がるようなもの、モチベーターであってほしいなというふうに思っています。まあ、変わらず、ボランティアの方は続けていきたいなと思ってますし、でもっともっと、ね、こう地域を目指したこう、ね、チームになっていく、でいろんな、ね、見に来てもらう、サポーターの皆さんとかにもやっぱり、ね、楽しんでもらえるようにっていうことを、ずっと思いながら、この50年自分のボランティアとしての生活も続けていきたいなと思っています。三重県はいろんなスポーツとか、まあ、エンタメとかなかなか地元で楽しむっていうのが非常に少ない県なので、はい、サッカーチーム、三重県のサッカーチームとして、まあ、全国に誇れるようなチームになって、たくさん三重県にビアティンの試合を見に来る人が増えてほしいです。急激に成長してきたチームだったと思いますが、まあ、これからも上を目指して、私ができることはがっつり応援していきたいと思いますので、引き続き頑張っていきましょう。